皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですね、崩れないメイクプチプラ編ということでやっていきたいと思います。はい、前回浅草でやったあの浴衣のね、崩れないメイクがすごく好評だったので、今回はもうオールプチプラでアイテムを変えてやってみたので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、ではメイクに入る前に今日はこれを使っていきます。じゃん、ビーアイドルのメイクルーティンマスクです。洗顔後すぐに使えるタイプのシートマスクなんですけど、ちょっと私今日化粧水とかはもう塗っちゃってます。で、なんでこのシーンから撮影してるかっていうと、この崩れないメイクをデパコスだったりとか、まあ、ブチプラだったりとかいろいろ試行錯誤していく中で、結構やっぱそのメイク前の肌の状態、コンディションにかなり左右されるなっていうことに気がついて、あのウォン先生とのコラボでもおっしゃってたんですけど、ちょっと肌の温度が下がっていてヒヤッとしている感じの状態でメイクした方が毛穴も引き締まってるし、メイクのノリもいいし、かといってベタっと重い感じではないので、その後の崩れにも結構響いてくるなというのを思ったので、ここぞという時にはこういう B アイドルだったりとか、あとは、まあ、VT のシカデイリースージングマスクとかもいいかもなんですけど、重さのないでも保湿できるアイテムを入れるといいのかなっていうのにたどり着きました。少しなのでこれで放置します。はい、終わりましたので、上に残った美容液を優しくなじませます。首の方にもね。で、毎日のメイクでそんなシートマスクなんてしていられないって思うかもしれないし、もう本当そうだと思うんですけど、毎日しなくてもね、大事な本当にもう今日は絶対崩したくないんだっていう時はやってみるとか、ぜひ実践していただければと思います。で、このままもうメイク入れるぐらいの状態なんですけど、私は結構ですね、夏でもこの辺は乾燥するんですよ。で、乾燥すると崩れるので、まあ、乳液とかはちょっと使っておこうと思います。今日はこの胃肌でいきます。多すぎるとね、ちょっとベタつくので、本当に少量で優しくなじませます。はい、では早速ベース入っていきます。ちなみに今お肌の状態としてはこんな感じで、ちょっとヒヤッと冷たくなってしっとりしてるんですけど、ベタっとした重さはない仕上がりです。で、まあ、デパコ線というか、前回の動画の時にも言ったんですけど、崩れにくい崩れないベースメイクを作るための重要なポイントとして、私的に思っていることが一つが、極力塗り重ねるアイテムの数を減らすこと。数もだし量もですね、少なければ少ないほど崩れにくいかなと思います。2つ目、顔の部位ごとには塗るアイテムを変えるのは大事と思います。例えば下地塗って、コントロールカラー塗って、ファンデ塗って、コンシーラー塗ってみたいなのだと、塗り重ねてるアイテムの量が増えてると思うんですけど、こっちは乾燥するから保湿系の下地、こっちはテカるから皮脂を抑える下地を使うみたいな、分けて考えるのはすごい大事かなと思ってます。この2つですね。なのでこれは意識してやっていきたいです。で、かつですね、崩れにくいのも大事だけど、紫外線対策もしたいと思うので、それも合わせて考えました。ということで使っていくアイテムがこちら、キャンメイクのマーメイドスキンジェル UV です。これはちょっとグリーンっぽい色なんですけど、まあ、他の色でもいいと思います。で、これ SPF50+PA4+ あるので、日焼け止めとしてもバッチリ使えるし、ごめんなさい、今回ちょっと緑なんですけど、透明のやつもあるので、ちゃんと紫外線を防御するためにたくさん塗っても肌が白浮きしたりとか真っ白になることがないんですよ。なのですごくいいかなと思って選んでいます。で、日焼け止めだけじゃなく、ちゃんと下地効果もあるので、これ使えば下地は使わなくていいので、また塗るアイテムのね、数を減らせてるのもすごくいいところです。で、今ここ塗ったんですけど、これも緑の色ついてるとはいえ、まあ何て言うんですかね、透け感のある緑なので、そんなにいっぱい塗っても真っ白になったり真緑になったりっていうことがなく、色付きでも比較的使いやすいアイテムです。で、肌の赤みが気になる方はグリーンを使っていただくのはすごくいいと思います。ちょっと今回は家の中にあったのがこのグリーンだったので、これを使用しています。はい、全体に塗れました。ちょっとね、補正効果もあるので、カバーされて綺麗に見える感じもあります。ただ今ご覧いただいた通り、結構ツヤっとしてしっとりしています。私これだと確実にこのおでこはテカリですごいことになるので、また別のアイテムを使います。こちらエテュセのフェイスエディションかっこプライマー4オイリースキンというアイテムで、これはですね、ちょっと変わってるんですけど、こんな感じでハケみたいになってる下地です。塗ると肌をサラッとさせてくれて、皮脂を抑
抑えてくれる効果があるんですけど、メイクの上からテカってきた時にお直しとして使うこともできるアイテムです。エテュセのこれすごく優秀で、一回エテュセってブランドガラッとリニューアルしてるんですけど、その前からある商品で大ヒットアイテムです。ほんと色はつかずに塗った瞬間はこういう感じなんですけども、広げると本当に透明にもなるし、全くツヤとかも出ないサラサラになる下地です。なのでこれをテカりやすいおでこにね、ちょっと仕込んでいきます。こういう下地って塗る順番迷うかなって思うんですけど、基本的に日焼け止めの後とかで下地の前かなと思います。今回は下地と日焼け止め一緒になっちゃってるのでこういう順番なんですけど、またさらに下地をもし使いたい方はその前がいいかと思います。商品説明的にはどっちでもいい感じで書いてありました。下地の後でもスキンケアの後でも OK みたいな感じで書いてありました。小鼻もねちょっとだけテカりやすいので、ほんと先の方だけつけときます。はい、そしたらファンデーションはこちらにしました。じゃん、レブロンのカラーステイロングウェアメイクアップです。プチプラファンデーション何個か試したんですけど、やっぱり私崩れにくいって言われるもので、結構ここの頬が乾燥してしまうものが多くて、このレブロンは塗り心地も結構みずみずしいんですよ。保湿力があって、で乾燥もしなかったので、でかつ崩れにくかったので、崩れにくいし、まあ、崩れ方も綺麗っていう感じですかね。ちょっと今日選びました。極力薄くつけていきたいので、指につけて本当にちょっとずつ伸ばしていきます。で、ある程度伸ばしたらスポンジで慣らすようにして薄めにつけていきます。仕上がりはややマットめ、ちょっとなんか自然なセミマット、人によってはセミツヤにも思うかなくらいのマットすぎずツヤすぎず使いやすい質感になってます。で、小鼻は今スポンジの先にファンデーションをつけて、こんな感じでちょこちょこちょこっとカバーしたんですけど、デパコスの方でも同様だったんですが、やっぱりコンシーラーってすごい綺麗に肌を見せてくれる反面、どうしてもファンデーションよりも崩れた時に目立ちやすかったりして、クマとかだったら正直いいかなって思うんですけど、小鼻とかって本当に崩れやすいし、崩れた時に分かりやすいと思います。なのでストレートな言い方をすると、カバー力を若干諦めるじゃないですけど、ここ普段だったらコンシーラー塗るけど、崩れにくさ重視の時はファンデーションだけで完結させちゃいます。でもこれは隠したい度合いによると思うので、崩れにくいっていうよりもカバーしたいの方が上だった場合は、全然ファンデの後に使っていただくのがいいと思います。ちょっと今日はコンシーラーなしの手で今ファンデーションを塗っております。はい、こちら側だけ今塗れました。はい、どうでしょうか。意外とよーく見ると毛穴の透け感だったりとかが若干見えるかもしれないんですが、なんかもっとカバー力の高いファンデーションとかを選べば、もちろんこの毛穴感もしっかりとカバーできるけど、どうしてもカバー力高ければ高いほど崩れた時のギャップが出やすくて、同じだけ崩れてもカバー力が高い方が崩れがバレやすい感じがするなっていうのも思うので、なんか本当に崩したくない日は、私はいかに綺麗に見せつつ素肌っぽさを残すかみたいなのも大事かなと思ってます。はい、ではこちら側も塗っていきます。はい、そしたらプチプラで最近私のお気に入りのパウダー、コーセーのメイクキープパウダーを使っていきます。これやっぱ崩れにくいですね。しかもサラサラになるのでこの時期ぴったりなんですが、まずこんな感じでスポンジに取って、これデパコス編でもやったやり方なんですけど、本当に崩したくない部分にスポンジで直接パウダーをのせていきます。例えば小鼻の周り、こうすることでしっかりとパウダーがのってくれて、本当崩れにくくなるのでおすすめです。で、あとは人によると思うんですけど、私はこのおでこがテカりやすいので、おでこにも直接パフパフしていきます。で、その他の部分はフェイスブラシやついているパフとかで自然にのせて、肌の表面はサラッとしてベタつきをない状態にしておきます。はい、それではベースメイクが終わりました。こんな感じであんまりねツヤはないような、本当にサラッとしたマット肌に今仕上がってます。それでは次はアイメイク入っていきます。まあ、これは本当に好きな色を使うっていうだけなんですが、こちらザ・アイパレの愛嬌のピンクブラウンを使います。まず左上のピンクブラウンからまぶたの上に広げます。これ色はめちゃくちゃ可愛いので本当に好きです。で、色もね消えないと思ってるんですけど、もし二重線に溜まりやすくて気になるっていう方とかは、キャンメイクとかにもあるようなアイシャドウベース使っていただくと、よりそのアイメイクの崩れも防止できるので、もしよかったらこの前に塗るのもありです。
で一旦この下まぶたにウォンジョンヨのメタルシャワーペンシル1番使っていきます。涙袋のぷっくり感を演出するのに使っていこうと思うんですが、これ本当によれにくいというか、一度塗ってピタッと密着すると全然動かないので崩れにくいメイクにはぴったりです。1番はちょっと明るいピンク系ですね。こんな感じで上からさっきのシャドウを重ねようと思っているんですけど、一旦土台でねこれを使っておきます。ですぐにぼかせばぼけるので、なじませたかったら割と早めに指でスライドさせるのがおすすめです。一旦フィックスするともうその場にいてくれるので、それが良さなんですけどぼけにくくなります。で同じ色でちょっとこの目尻から迎えに行く感じでうっすらかぶせます。こんな感じであんまりやりすぎ感のない涙袋になります。そしたら右上のちょっと濃いブラウンと左上を混ぜるようにして若干濃い色を作ったら、目頭側に入れて目尻側に入れてちょっとだけ影をつけます。今度は右上の色だけ単体で目尻少し影を入れます。上まぶたも少しだけ。そしたらエテュセのジェルライナー4番こちらを使って、ここが明るくなった分ここのメリハリがなくなってちょっと寂しいので、ここに少しだけ線を入れます。こんな感じ で目尻の方もせっかくなのでちょっとだけ強調しておきます。このまつげの生え際を。こんな感じですね。マスカラはベース下地としてまずメイベリンのラッシュニスタプライマー使っていきます。これ本当にキープ力もあるし、まつげが下地の段階でもこんだけふわってなるのですごい好きです。ブラシがねちょっと特徴的なので最初塗るのちょっと難しいんですけど、慣れれば綺麗に塗れます。はい、これだけでも全然いいんですけど、ちょっと今日はこのミュードのマスカラも上から重ねておきます。まあ、いつもの気に入りですね。はい、眉毛はですねこちら自分で監修したラブライナーのこの赤色の方で、これちょっと今表示されてる価格がもしかしてプチプラじゃないって思うかもしれないんですけど、眉マスカラもセットの価格なので今回入れさせていただきました。この鼻筋のノーズシャドウも一緒にもやってるんですけど、これは今このビセのシェーディングを使っています。ちょっとこれは正直崩れにくさとかはあまりこだわりポイントはないんですが、例えばさっき描いた眉毛崩れやすいなっていう方、消えやすいなっていう方はキャンメイクに眉毛をコーティングしてくれるような上から塗るタイプの商品があるので、そういうのを使っていただくのもいいと思うし、私はあんまり眉毛が消えにくいタイプなので今回は省いちゃってるんですけど、眉毛ティントフジコとかで売ってるものがあって、それを仕込んでおくと消えたとしても色がベースで残ってくれる状態になるので完全になくなりにくいから、そういったアイテムを前日に使っておくのもすごくいいかなと思います。あとはですねやっぱり皮脂が出るとちょっと崩れやすかったりはするので、さっきパウダーをおでこにスポンジでポンポンやったと思うんですけど、眉毛の中までしっかりとそのパウダーを入れ込んでサラッとさせておくのもポイントかなと思います。そしたらパウダーとセットの眉マスカラを塗っていきます。ちょっと今日は目元のアイシャドウがピンクブラウンなんですけど、若干こう赤みブラウンっぽくも見えるのでこのバーガンディを選びました。はい、では今日は一旦チークを今から塗りたいんですけど、前回の動画の時にトーンのリキッドブラッシュ使ってその上からパウダーを塗ることで結構夕方夜になっても色が残ってくれてたんですけど、やっぱりトーンと同じような質感のチークがまんまっていうのはなかったので、今日はこのインテグレートのスピンメーカーチーク&リップ B321 っていうもの、これを使っていきたいと思います。これをでも指で直接塗るとちょっとペタッとしてしまうので、崩れにくさ重視だったらつけすぎてしまいそうだなと思ったのでブラシで塗っていきます。これをまず顔のこう全体にちょっとずつふわふわっと、ほんとペタッとならないように広げていきます。で色はそんなにしっかり塗らなくてもこの後パウダーの方で色をつけていくので、今はとにかく薄めに塗っていきます。で重たすぎてないかちょっと指でこうやって伸ばしながら様子を見ていって、ほんの少しだけピンクがついているんですけれども、ちょっとわかるかな、どうでしょうか。はい、そしたらこちらパウダーチークはネーミングのヘイローという色を使っていきます。今若干本
当に本当に少しですけど肌の質感が濡れっぽい感じになっているので、ここでチークをのせると上のこのパウダーがより綺麗にのって保ってくれるので、でもパウダーを重ねることによってちゃんと肌の表面はサラッとなってくれるので、長時間持ちたいときはこの2色使いがいいかなっていう風に最近思ってます。ただね、ベタベタさせすぎると今度崩れるので、その微妙なさじ加減がちょっと難しいところですが、どうでしょうか、わかるかな、色かわいい。はい、こんな感じです。はい、そしたらリップは2個使うんですが、今回まずこちらフォレンコスのティント、こちらの4番を使っていきます。これマットリップなんですけど、なんとですね、塗った瞬間結構ツヤっとしてるんですよ。でも馴染むとマットになるっていう、ちょっとブラーティントみたいな不思議な質感のリップになってるので、ですごい落ちにくいです。ちょっと使っていきます。こんな感じでツヤツヤなんですけどね、馴染ませていくと、はい、こんな感じでちょっとマットになったのが分かりますかね。でこれティッシュとかでオフしてもこんな感じで本当につきにくいので、すごい密着感のあるリップになってます。でこの上からリップモンスターの2番ですね、ちょっと黄身系のピンクを重ねて、はい、こんな感じで可愛い色になりました。で先ほど鼻のとこにも使ったシェーディングをフェイスラインのところにも入れておきます。リップは2色使ったんですけど、全然1色でもお好みで OK です。ただ私はちょっとマットな質感のリップの上にツヤっぽいリップを重ねるとすごくなんか質感が可愛いなと思っていて、でもやっぱり崩れない、落ちにくいってなった時に、まあリップモンスターはねもうすごく落ちにくいで有名だと思うんですけど、せっかくだったら下に使うマットも落ちにくい方がいいかなと思って、今回はフォレンコスにしています。単体でもどちらとも落ちにくいので、1色ずつで使ってもすごく持ちがねいいと思います。ハイライト、これは前回も使った気がします。エクセルのドレープドシマーグローの2番、やっぱ潤い感がありすぎないパウダーのハイライトの方が崩れにくいかなとは思いますね。鼻筋に塗ります。濡れツヤ系もね可愛いんですけどね、どうしても夏場はちょっとペタッとしてしまうので、あまり活動量が多くない日の方が向いてる気がする、私的には。はい、一旦完成なんですけど、前回グリッターつけましたもんね、せっかくならつけたいですよね。ちょっと違う種類にしようかな。はい、グリッターは今日こちらディア A のグリッターにします。これ1番ですね、こんな感じでキラキラ、とっても可愛い。このグリッターをちょっとちょんちょんつけていきます。まずはこの黒目の下のちょっと目尻側にちょびちょび、可愛い。はい、どうでしょうか、さりげなくねこの辺に今ついてるのと、上まぶたもねちょっとあると可愛いので、この下につけたここの本当に上バージョンみたいな感じでキワキワにのせておきます。はい、こんな感じでどうですかね。ちょっとキラッとするのがこのまばたきの感じで分かるかな、めっちゃ可愛いけど結構ね自然な感じにもなってくれるので、そんなにギラつかないのもいいかなと思います。はい、ということで塗れました。こんな感じでアイメイクも OK で、全体の方も完成にしたいと思います。まあ浴衣とかではないけど、浴衣に合わせてもいいし普段着でもいいし、とにかく崩れにくいっていうのを特にベースの部分ですねこだわったんですが、なんと前回私フィックスミストするの忘れてて、今回は絶対やろうと思ってこちら後世のメイクキープミスト、やっぱねこれすごいと思うんですよね。フィックスミスト検証した時もプチプラこれ一番好きだったので、これでいきます。かけすぎかな。はい、噴射直後はまあこんな感じ、意外とでも切り細かいのでびしゃびしゃにはなったりしませんでした。はい、ということで改めて仕上がりを見ていただくとこんな感じです。はい、お肌の状態とかもよくちょっと見ていただこうかと思います。近くで見るとね結構そんななんかこう塗ってる感じはないベースの仕上がりかなと思うんですけれども、こんな感じです。はい、ということで今日は崩れにくいメイクプチプラ編ということでやってみたんですけれども、ただいまの気温が36度27度ということで激熱、なんなら前回より暑い、浴衣ではないんですけれども、私も今からちょっとお散歩してこのメイクを崩しにかかっていこうと思うので、また経過を後でご紹介したいと思います。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。
はい、ではお出かけ前の崩れる前ということでこのビフォーを撮っておきたいと思います。チークの色もうっすらこうついてるのもわかると思うし、マスカラもバッチリと上がってますね。はい、肝心のお肌はこんな感じです。まあめちゃめちゃまだ当たり前ですが綺麗ですね。はい、こちら側もこんな感じで、さすがにねリップとかは取れるかなって思ってるんですけど、まあまあこんな感じなので経過を見ていきたいと思います。はい、それではこんな感じで時間も結構いい感じに経ったのでちょっと状態を見ていきたいと思うんですが、もう本当に今日暑くて、ちょうど一番暑い36度とかの時間に30分ぐらい歩いて、一旦カフェで休憩してまた20分ぐらい歩いてっていう、結構頑張って崩してきました。汗もこう垂れるぐらい暑かったです。浅草の時より暑かったです。なのでちょっとね見ていただくと、このテカリはこんな感じで、多少やっぱりちょっとね皮脂がどうしても出ちゃっている感じはあるんですが、まああの暑さの中だったら私的には許容範囲かなと思っています。まあでもドロドロ感はないですね、ちょっとテカってんなぐらいです。こんな感じでマスカラとか見ていただいてもこんな感じで結構パッチリ上がったままキープしています。しかもグリッターもねちゃんといてくれてるので結構これも感動しました。リップはさすがに2回ほど食事したので落ちましたね。はい、お肌はこんな感じでございます。結構良くないです。チークもね残ってますよね、それも良かったなと思うし、崩れもね本当にほぼ気にならないぐらい、小鼻の横も全然綺麗じゃないでしょうか。こちら側もこんな感じです。あまり顔をこすったりしないようにはもちろん気をつけてはいたんですけど、いやあの外で暑い中歩いてこれだったら私的には全然良かったなと思っています。もし気になったらぜひ皆さんもやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。